4本でラウンドするサルゴルファーハゲ、ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。ちょっとですね、外で、まあ、打ったりいろいろしながらやろうかなと思ったんですけど、結構風強くて寒くてですね、車の中にしました。で、この動画なんですけれども、今日、2024年1月24日、私ね、ずーっと4本でラウンドしてるんですけれども、4本全部総入れ替えして今日ラウンドしてきました。そのお話をしていきたいと思います。もちろんラウンドの動画はこの動画アップした後に、順次アップしていくんですけれども、その前にちょっとこのお話をしておきたいなと思いまして、まずドライバーなんですけれども、ヘッドは同じ US キッズのロフト23度のジュニア用のドライバーのヘッドに弓シャフトを入れて、で、これがまあ長尺で組み上がってたので、いろいろと今までのロジャーとは違ったんですけれども、そのロジャーをはじめ、スキッターをはじめ、いろんな柔らかいシャフトを使ってきましたし、その前には普通のシャフトもいろんなもの、いろんなフレックスのものを使ってきましたけれども、私のゴルフ人生で一番、もうとんでもない当たり前なんだけどね、強烈走るシャフトでした。弓シャフト。なので、今までロジャーキングを入れて使ってたものとヘッドは同じなんですけれども、もうインパクトの音が全然違う。ちょっと甲高い音が出るようになった。今までそんないい音しなかったのに、すごいね、いい音。だから、弾きもすごくよく感じるんですよ。まあ、これ完全にシャフトですよ。シャフトがもうピャーンっていくの、ほんと釣り竿なんでね。これはすごい。もうただただ、これはすごいっていうところですね。ただね、予備がないので壊してしまったら終わりになってしまうので、壊さないように長く使いたいなと思いました。で、じゃあ距離とかその辺どうかっていうと、最初はコアモアやってたので、ただ当てるだけだったので、ほんと飛ばなかったです。で、慣れてきて、まあでも、やっぱりコアゴアなんですけれども、まあ、まあでも今日風強かったからフォローとアゲンストで全然違ったんですけど、まあ今までの、まあ今までのも今までので慣れてたからね、それで、うん、まあ変わらないか、弓の方が、距離的に変わんないのかな。でも弓の方が若干飛ぶかなっていうところはあります。で、まあ距離はとりあえずそんな求めてないんでどうでもいいんですけど、楽かどうかっていうところなんですよ。私がとにかく求めてるのは。楽！楽！そしてもう一つ。なんかやろうとするとうまくいかない。もうただただ、トルネードスティックを振ってるように振れば、本当にいい。何もしないっていうのが私の理想なので、その理想を作り上げていく上で、非常にこれはいいアイテムを手に入れたなと。もちろんトルネードスティックで素振りが一番いいんですけど、じゃあ実際球打つと、それなりに変わってしまう。じゃあその球を打ってトルネードスティックに、の動きと、こう、ズレをなくしていくっていうところで、これはもうバッチリでした。で、こんだけいいですよって言ってて弓シャフトがね、探してもないっていうところで、本当に見てる皆さんには申し訳ないんですけど、すごく良かったです。ただね、今までの、ロジャー入れてた、US キッズが、ほんともう、だいぶ使い込んでたんで、内訳とかがいろいろできてたんですけど、そこの内訳が、今度長くなった分と、あとシャフトがもう、ものすごい走るので、そこのコントロールがまだできてないっていうところが、まあ、その、さっき言った何もしないっていう状態で、ちょっと球の位置変えたり、アドレス変えたりだけでいろいろと調整をしていくっていうところをちょっともっと詰めていかなければなというところですね。で、ミドルのツアーステージジュニア U6、 前のも U6 だったんですけど、前の U6 よりもモデルが古いやつなんですね。古いんだけどロフトが前のが32度で今回使ってるのが34度、ただ距離的には変わらない。そしてシャフトが今までピンクだったのを青にしたんですね。ただ今までのピンクで、ピンクのやつよりもちょっとヘッドがそこまでこう重くなく感じるので扱いやすいところはあるんですけれども、
コントロールショットがね、本当に、まあ、ダフりました。自分で、で、こう、こういう風になって、失敗してるのが分かってるから、こうならないように、こう、活かせようとしちゃ、して、またこれもミスになってしまう。で、最終ホールが、まあ、距離的には120ぐらいだったんですけど、それは、ちょっとカット目のイメージで打って、フェードボールのイメージで打ってうまくいったので、ちょっと基本的にややアウトサイドイン気味に振った方がこれは扱いやすいのかなっていうところで、ただただまだまだそこは調整をしていかないといけないところですね。ただそれは今までの U6 でも同じだったんで、そこは変わらず調整が必要というところ。そして大きく変わった、大きく変わった。イージーパワーから、シャロップに変わった。で、このヘッドそのものは大して変わらないんだけど、シャフトが、イージーパワーは純正で使ってたんだけど、普通に硬い R。これを、ロジャーの青に変えた。これでどうなったかっていうところなんですけど、ロフトはね、多分一度しか変わんないと思うんですけど、とにかく球上がる。で、ロジャーを入れたことによって、勝手にハンドレートのインパクトみたいになるんですよ。もう頭は効いてるから、その頭はブンっていく、シャフトが柔らかいからこうなるっていうところで、ハンドレートみたいになって当たるから、とにかくこう、ポンと上がっちゃって前に行かない。だから、ショートがすごい多かったんですよ。キャリーでグリーンに落としたいなっていうのが受けてる傾斜に当たっちゃって、全然ショートとかね。キャリーで行っててくれればそこから転がってったんだけど、みたいなのが多々あって、そこの距離感が、このぐらい打たなきゃダメな、自分の感覚よりも打たなきゃダメなんだっていうところのすり合わせがちょっと必要だなという感じでした。で、楽かどうかっていう部分では、やっぱ楽。硬い方が正直、そういう距離感だとか、球上げるとか低いとか、低くするとかっていうのは、やりやすいんだけれども、でもやっぱね、柔らかい方が楽。本当に。で、これで距離感を覚えていけばいいやと。あとは、まあそのいろいろと、自分で内訳がしづらくなるんだけど、逆にそれはもうワンパターンにしていくっていう方向性でいいのかなともちょっと思ってて。まあただ、上がるのは上がるから、上げるはやんなくていいと。勝手に上がるから。じゃあ低く打てないかっていうと、まあ低く打てないこともないので、まあそこはもう慣れだなと。ただ問題は、飛ばない。そのちょっと80、まあ80ヤードぐらいはいいね。90ヤードがちょっとどっちで打とうかなみたいにちょっと悩むんですよね。その辺も今後の課題。そしてパターですよ。ケサゴンパター。ヘッドも変わりました。シャフトも柔らかくなりました。長さも長くなりました。正直今日苦戦しました。もうそんないきなり合わせらんないです。で、私、もともと結構ハンドダウンにしてちょっとこう、トゥー側上げて打つ癖があるので、それをやるととんでもなく引っ掛けるんです。やっぱりもう形状がアイアン形状なのでこういう動きしやすいんですよ。すごく。なので、ただ今回37インチで組んだから、こう、立って構えやすいんですよ。近づいて。アップライトに構えやすくなったから、今までみたいにこうちょっと手を下げてっていうのは逆にやりにくいので、その自分の悪癖を修正するっていう意味では、今回でいいなと。あとやっぱりシャフトが柔らかいので、どういう動かし方をすると、いいのかなというところでね。やっぱり、球が前に行かない、飛ばないシャフトの使い方と、ちゃんと弾けて、しっかりピンって転がってくれる弾け方があって、で、結局これも、離れてハンドダウン気味になるともうダメなんですよ。シャフトのしなりプラス開閉が入っちゃうから、フェースの。で、近く立って、このシャフトの動きなのかっていうのが、本当後半の最後の方ちょっと分かったんですけど、まあ近く立って、やっぱイメージ的にはちょっとアウトサイドインなんですよね。で、あともう一つ、今までの私のパッドの癖で、
まあこのハンドダウンになってったのもそうなんですけど、とにかくね、押し出すのが嫌だったんですよ。とにかく掴めなかった。っていうのがあって、フェースちょっと被せる癖があったので、被せて先っちょで打って相殺してたみたいなのがあるんですよ、今まで。で、今度の今朝も被せると、そのまま左に出るから、スクエア、自分ではちょっと、本当にちょびっと開いてるように感じるぐらいでちょうどいいっていうような、まあそういう微調整、自分の今までの癖と、まあ今回のクラブ。ただ、ドライバーから全部に、全部、パターンまで全部そう、全部だって4本なんだけど、全部そうなんですけど、私の長年の癖が出ると、ろくなことないので、あ、これはいいなと。これでうまく、これがうまく扱えるようになれば、私の癖、良くも悪くもその癖が、癖を薄くしていけるなと。癖をなくすってことはなかなか難しいんですけど、その癖の濃度を薄くできるなというところで、私が目指している何もしないゴルフに近づくには、あ、これで慣れていけばいいかなということを感じながら、歯がゆいラウンドをしてきました。まあうまくいかない、特にパットがうまくいかないから、まあスコアなんないんだよね、全然ね。まあ、ただ、そういう、先を見据えて、あ、ちょっとこれでやっていけば、ちょっとこういうところが変わってくるだろうなっていうのがしっかり感じられたので、まあ、しばらくちょっと続けてみようかな、というふうに、感じた次第です。はい。ということが、今日4本丸々総入れ替えしてのラウンドで感じた感想です。まず先に感想をお伝えしようと思って、この動画を撮影しました。で、またこれアップした後に今日のラウンドの模様をアップしていきますので、ぜひ見てみてください。まあ最初何ホール、うん、3本、6ホールずつ3本ぐらいアップしようと思ってるので、ね、見ていただければ幸いです。また面白おかしく見てください。笑ってみてください。はい。ということで今回も最後まで見てくださった方ありがとうございました。パーシモン、ハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。